チャールズ・グッド・イヤー。1891年に描かれた、肖像画、チャールズ・グッド・イヤーは、アメリカ合衆国の発明家。ゴムの下流法を発明した。太陽メーカーのグッド・イヤー社は彼にちなんで、命名されているが、グッド・イヤー本人や一族と、法的、資本的な関係はない。チャールズ・グッド・イヤーは1800年12月29日、コネチカット州、ニューヘイブンで、 農民の甘さグッドイヤーの6人兄弟の長男として生まれた。父の農場はニューヘブンの地境部、現在オイスターポイントとして知られる場所にあり、一族の先祖は1638年にニューヘブン入植地を創設した一人であったという。チャールズはそこで幼少時を過ごしたが、甘さは象下のボタン製造に関心を持ち、 また製粉所を建設するのに適した場所を求め、一家は川があって水車を使えるコネチカット州ノ農家タックに引っ越した。父は製粉業に加え農場も経営し、チャールズ少年は家業の手伝いで大忙しだった。1816年、16歳のチャールズは機械学を学ぶためフィラデルフィアに行った。彼は熱心に勉学に励み、 21歳で実家に戻ると、父親のボタン製造業を手伝った。また当時ほとんど、イギリスからの輸入品だった、農機具の製造に取り組んだ。彼は24歳の時、生涯、チャールズの発明を支え続けたクラリス・サビーチャーと結婚した。2年後、彼は再び、フィラディルフィアに転居し、農具製造のンヤ店を開いた。 彼の店で作られた農具は信頼できるとの評判で、彼の事業は軌道に乗る。彼の商売は、その後数年間はうまくいっていたが、30歳頃彼は、健康問題を抱え、同時に事業が傾いてきた。彼の店は奮闘の甲斐なく、最終的に破産し、その後の10年間は、グッドイヤーにとって辛い時代となった。 グッドイヤーは借金返済のため発明の努力を続けていた間にも、当時の法律の下で何度も刑務所に投獄される。1831年頃、彼は当時の新素材であったゴムに興味を持ち、ゴムに関する新聞の記事はすべて切り抜いた。当時、ボストンのロックスバリーラバーカンパニーは、ゴム製品の製造所を持ち、製品を全国に販売していた。 グッドイヤーはニューヨークでロックスバリーのゴムの浮き輪を買ってきて試験し、チューブの不完全さに呆れ返った。彼は自分でいくつかのチューブを試作し、それをロックスバリーラバー社に持ち込んだ。当時のロックスバリー社は実は製品の信頼性の不足のため倒産寸前になっていた。当時のゴム製品は温度に影響されやすく、冬は低温でカチカチに固まり、 夏は熱でベタベタに溶けてしまう性質があった。そして当時の製造技術ではゴム製品に実用に耐える安定性と耐久性を与えることができなかった。ロックスバリー社の担当者はグッドイヤーの考案したチューブに満足し、その製品は1年間テスト販売された。驚いたことに彼らが自信を持っていた何千ドル分もの商品が ゴムの劣化によって返品されてきて、土に埋めて廃棄しなければならなかった。グッドイヤーは、フィラデルフィアに戻って、ゴムの実験をやり直し、製品の欠点を克服する決意を固めた。彼は、債権者に訴えられ、再三にわたって、刑務所に入れられながらも実験を繰り返した。ゴムを熱して練り、それに酸化マグネシウムを加えると、白い合成物になり、 粘着性が除去されたように見えた。彼は秘密を発見したと考え、資金を集めてニューヘブンに小さな工房を建て、そこで発明を完成させることにした。ここで彼は手始めにゴム靴を作った。また自宅を材料の粉砕、引き伸ばし、攪拌工程ができるよう改造し、妻と子供の協力の下で研究を続けた。彼の家は、 ゆえんですすけ、ゴムや酸化マグネシウムが、テレビン油で溶ける悪臭が漂い、靴の裏地に使用される布が床中に広げられていた。しかし以前として、ゴムの妖怪の問題は解決できず、この状態も長くは続かなかった。出資者たちは失望し、資金引上げを、グッドイヤーに通告した。グッドイヤーは、諦める気はなかった。彼は、設備を売り払うと、 家族を、下宿屋に残して、ニューヨークへ行った。ニューヨークで彼は、薬剤師の友人の屋根裏部屋で実験を継続した。やがて彼は、酸化マグネシウムを加えたゴムを、生石灰と煮沸する方法を考案した。ゴムはアルカリによって粘着性を失い、ついに問題が解決されたように思われた。 すぐに、その実験結果は知れ渡って評判になり、今や成功も確実と思われた。しかしある日、彼は、ゴム布の上に弱酸を垂らすと、アルカリが中和され、ゴムが、再び粘着性を持つことに気がついた。彼は、自らの持つゴムの性質に関する知識に照らし、実験が、まだ成功していないことを理解した。彼は、実験を続け、 ニューヨークの屋根裏から3マイル離れたグレニッチビレッジに転居しそこで実験を継続した。グッドイヤーが行った様々な実験は彼の健康に悪影響を与えた。ある時彼は実験中に発生した有毒ガスで窒息死し,しかけた。その時は危うく助かったが彼はガスのせいで寝込んでしまい一時は帰宅まで行った。実験で彼は 小賛に浸したゴムの表面が粘性を失うことを発見した。彼は、このいわゆる酸化流法を用いて、多くの製品を作り出し、アンドリュー・ジャクソン大統領より、直々に、励ましの手紙を受け取る光栄によくした。グッドイヤーは出資者を募り、スタテン島に工場を建設して、製造設備を据え付け、衣類、救命具、 ゴム靴など様々なゴム製品を生産し始めた。グッドイヤーは自宅を建てて、家族を呼び寄せ、すべてがうまくいき始めたちょうどその時、1837年に、教皇がやってきた。グッドイヤーは再び破産して、すべての財産を失った。無一文になった、グッドイヤーは、ボストンへ行き、ロックスバリーラバー社の J ハスキンスから借金をして、 ゴム製品の開発を再開した。彼は酸化流法の特許を取得し、政府と150個の優待納入契約を結んだ。グッドイヤーは袋を製造し、暖かな部屋に、それをしまって1ヶ月の休暇に出た。1ヶ月後に戻ると、袋は溶けて変質していた。酸化流法は、未だ完全な方法とは言えず、 彼らの製品は硬化したり溶解したりして顧客から続々と返品されてくる状態であった。重要な発見は1839年の冬になされた。グッドイヤーは実験でゴムに硫黄を混ぜ、それを加熱した。加熱されたゴムは溶解せずに皮のように焼け焦げ、周りに乾燥した弾力のある褐色の物質が残った。彼は硫黄がゴムに 耐熱性を持たせることを知った。伊王が、ゴムの性質を変えることは分かったものの、どの程度の熱を加えればよいかは、未だ不明確だった。彼はゴム片を厚い砂の中に入れて加熱したり、マシュマロのように焼いてみたり、夜間の上で蒸気を当てたり、アイロンで熱したりと、異通と痛風に悩まされ、足を引きずりながら、実験を続けた。その頃、一家は、 マサチューセッツ州ウルバンで極貧生活を送っていた。彼は実験を続けるため家財道具のほとんどを売り払った。サラがなくなった時はゴムで皿を作った。ついに食費にも事欠くようになった。所要でボストンに行った時、ホテル代の5ドルを払えず交流された。釈放されて自宅に戻ると彼の息子の一人が死んでいた。グッドイヤーは 葬儀代が払えず、借りた馬車で小さな棺を墓地まで運んだ。彼の12人の子供のうち、6人が幼少時に死亡している。実験の末、彼は、下肢約270度を維持し、4から6時間蒸気で圧力をかけた際に、一定の結果を得られることを発見した。その実験結果をもとに、ニューヨークへ行き、ウィリアムライダーにサンプルを見せて、 ゴム製造の出資を仰ごうとしたが、ライダー商会は倒産状態で資金の獲得には失敗した。彼はマサチューセッツ州スプリングフィールドで成功した防食業者だった議定のデフォレストから援助を取り付け、1842年にゴム工場を立ち上げた。彼は弟のネルソンとヘンリーに管理を任せ、同社は1844年に ゴムを混合する機械を初めて導入している。グッドイヤーは1844年6月15日に下流ゴムの特許を取得した。その後、特許侵害が頻発したため、彼は訴訟で対抗し、32件もの裁判を連邦最高裁まで戦うことを強いられた。1852年には、国務長官のダニエル・ウェブスターが彼の弁護を行った。 グッドイヤーはウェブスターに1万5000ドルを支払い、それは当時として最高水準の弁護料だった。2日間の弁論でウェブスターはさらなる特許権侵害に対する差し止め命令を勝ち取り新聞に大きく報道されたが、その後も特許侵害が止むことはなかった。グッドイヤーはゴムのサンプルを製法、成分を明らかにせず、 イギリスのゴム会社に送付した。トーマス・ハンコックはそのサンプルを分析し、表面にイオーブンが付着していることに気がつき、下流法の秘密を知った。ハンコックは実験を重ね、グッドイヤーの4年後1843年に下流ゴムの製造法を再現することに成功した。その後、グッドイヤーがイギリスで特許申請を行った時、 数週間前にハンコックが特許申請を行っていたことを知らされた。1852年にハンコックはグッドイヤーに対し、下流ゴムの開発はグッドイヤーの製品の分析からもたらされたことを認めたが、イギリスにおける特許を主張し、後にグッドイヤーとハンコックのイギリスにおける訴訟に発展する。下流ゴムはフランスで、早速、 シャスポージュなどの新兵器に採用され、1855年には、フランス皇帝ナポレオン3世が、グッドイヤーにレジオンドヌール勲章を授与した。グッドイヤーは1860年7月1日に、ニューヨークのフィフス・アベニューホテルで死去し、故郷ニューヘブンの墓地に埋葬された。彼が死去した時、まだ20万ドルの借金が残った状態だった。しかし彼の家族は、 特許収入で以後安定した生活を送ることができた。息子のチャールズ・グッドイヤー・ジュニアは発明の才能を受け継ぎ、その後、グッドイヤーウェルト製法という靴の製造機械を開発している。1976年には、グッドイヤーはオハイオ州アクロンの発明者の殿堂にノミネートされた。グッドイヤー自身も一族も、 売上高10億ドル以上を誇る世界的タイヤ製造会社グッドイヤータイヤラバーカンパニーとの関係はない。現在彼と関係のある会社はグッドイヤーが管理者として勤務していた小企業を吸収合併したユナイテッドステーツラバーである。ありがとうございます。